皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、アストラムラインの祇園新橋北駅です。駅の南、太田川に架かる祇園新橋からこの駅名が付けられました。このチャンネルで約7年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々350駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さん、ご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速祇園新橋を渡りに行きましょう。祇園新橋駅東出口を出ましょう。向こうの西出口でも OK です。駅前、国道54号線と向こうにはつけ麺と麻婆豆腐のお店、いいですね。こちらには駐輪場とお紫陽花、そしてすっぽんぽんのお姉さん。しばらく国道54号沿いを進んでいきましょう。向こうの西出口を出ますと、セブンイレブンがちょうど目の前にあります。そしてアストラムラインがちょうど通過。こちらの交差点名は祇園新橋北駅南。北駅南、面白いですね。さあ、もうしばらく進んでいきます。そのまま歩いてしまいますと、国道54号と祇園新橋の側道のような横の道に逸れてしまいます。ですので、こちらの横断歩道を渡りましょう。右よし、左よし、左右を確認して。特にこれといった文字が書いていないので、祇園新橋が始まったかなという感じがします。こちらフェンス、そして向こうは欄干。歩道も若干タイルが変わっているわけではないのかな、単に綺麗か汚れているかか。車道もフェンスが何だかついていますね。おそらくぬるっと祇園新橋が始まったと思います。ちょっと不安でしたが、こちらに祇園新橋長さ368メートル太田川と書いてあります。残念ながら太田川でもなく祇園新橋でもなく、平成5年10月という橋の完成した年月が書いてあります。さあ、というわけで今度こそ到着しました。こちらが祇園新橋です。耐震補強工事を行っています。令和8年ですので、2026年かな、2月28日まで。さあ、それでは広島県といえばの大きな大きな太田川の上を渡っていきましょう。ちょうどアストラムラインが本通り方面に向けて走ってきました。車道のすぐ上に線路があるんですね。前行ったことがある日暮里トレインライナーの扇大橋みたいです。祇園新橋を半分以上渡ってきました。川幅的にももう半分以上過ぎていますね。さあ、ちょうどこちらに面白いものがあります。道路の向こう側、さあちょっとズームしましょう。そう、ちょうどこちらの祇園新橋を境に、広島市の東区と広島市の安南区でしょうか、ちょうど区の境に差し掛かるんです。結構大規模な丁字路に差し掛かりました。交差点名は祇園新橋南。大きな大きな道路の標識がありまして、さあ、ここで祇園新橋おしまいでしょうか。お、やった、こっちには祇園新橋と書いてあります。というわけで祇園新橋渡ってきました。Thank you.
川敷で野球の休憩中ですね。ちょうど今私が渡ってきたこちらの上り線は1990年に完成しました。向こうの下り線は1986年、もう少し先に完成したんですね。じゃあ今度は向こうの下り線を渡りに行きましょう。祇園新橋北駅の西出口です。もう方角がぐちゃぐちゃです。さあそれでは向こうに黒猫大和のマークがありますね。向こうの方にまず進んでいきましょう。壁まで11キロ、三好まで61キロ、そして松江まで165キロ。国道54号線すごいですね。松江までつながってるんですか。一旦こちらの国道54号線から離れて歩道は側道に入ります。大和運輸の営業所でしょうか。その手前にある横断歩道を渡りまして上り坂が始まります。でもそんなに長くはないそうですね。側道を上ってきまして国道54号線と合流しました。そしてまたまたタイミングよくアストラムライン、ひらがなで祇園新橋と書いてあります。さあそれでは先にできた方の下り線の祇園新橋を渡りましょう。長さ368メートルの祇園新橋を渡ってきました。あちら側には太田川、そしてこちらには国道54号線。なんとあちらにある駅は不動院前駅です。そう、前回由来飛行で撮影しました不動院前駅の方が祇園新橋からは近いんです。さあ今回の由来機構皆様いかがでしたでしょうか。山陰と山陽をつなぐ大事な橋祇園新橋を渡ってきました。アストラムラインとの併用橋ですので列車が通るたびにすごく嬉しくなります。広島からも新白島乗り換え1回で来ることができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所に行きます。どうぞ皆様よろしくお付けください。それではさようなら。